カモンマテリアル、マテリアルの坂上です。マテリアルのあゆみです。カムネヒュラです。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということで、10月の21日になりました、はい、なりましたよ、はい、21日ですよ、はい、はいはい、21日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、本日は明かりの日、うん、明かり玲子の日じゃないね、じゃない、違うね、違うね、はいはい、はい、1879年明治12年の10月21日、はい、アメリカの発明家トーマス・エジソンが世界で初めて実用的な白熱電球を完成した日となっております。はい、これね、これね、もう僕これだけは言っときたいなっていうのが一個あるんですけど、うん、この世界で最初のね、うん、電球、あの電気つきました、ね、白熱電球、うん、これのフィラメント、フィラメントってこのあの電球の中に2本こう伸びてるところにくる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 ってなってるやつあるやん、あのフィラメント、うん、実はね、エジソンはこのフィラメントを探して世界中旅した、うん、あれ何なんですか。それなのよ、うん、最初に使ったのはなんと、うん、竹、竹なんですか。バンブ、バンブ、バンブで、しかも京都の竹やって、いろんな竹も試してんだけど、うん、京都産の竹が一番長持ちしたんや。なんで竹なんですかね。竹のその電気を通すのと、うん、その繊維質のどうのとかっていうのがあったらしいんだけどね。うん、植物ってびっくりやなって思います。やろうやろう、びっくりやろ、うん、びっくりやねんけど、うん、その京都の竹でないとあかんかったらしい。へー、 だってあの東南アジアには竹類、うん、いっぱいあるやんか、うんうん、そう、それが京都の竹が一番やった。何が適してたんやろう、うん、それがね、俺もよくわかりません、うん、ちなみに、はい、エジソンは、うん、名言を残しています。名言、はい、うん、天才は 99% のなんとかと 1% の何々である。 99% の、はい、努力。おお、正解、うん、はい、 1% のひらめき。おお、正解、うん、よかったね、スムーズにいってね、はい、取れて、はい、でひらめきは出てたんや。ああ、そうなんや、そうね、そうね、 1% ひらめきは出てたね、はい、努力、90だから 99% の努力だから、あのよく言われるのが成功ばっかり見てるけど、実は成功の裏にはものすごい数の失敗があるっていうね、うんうん、はい、だそれをどれだけ重ねて、この失敗っていうのは失敗って言われてるんだけど、うん、これはあ、これがあかんっていうのを1個確認したっていうことのを積み重ねていって、どれが本当の正解かにたどり着かなかったですね、芽生えるか分からない、ね、そう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 、そういう途中で諦めるから、そうもう何もないっていうね、まあ、最後まで諦めないやつが、ね、ね、成功するっていう話なんですけどね、はい、頑張りましょう、はいはい、もう一つ、はい、早稲田大学開校記念日です。1882年明治15年の10月21日、うん、政治家大隈重信により東京牛込に、うん、早稲田大学の前身である東京専門学校が、建設されました、はいはい、その後、1902年明治35年に早稲田大学という名前になったそうです、はいはい、ね、この大隈重信校が、うん、建てたわけなんですけど、はい、大隈重信とはちょっと置いといて、置いといて、あのね、うん、実はね、うん、何年前かのアカデミー賞で、うん、あのアメリカのね、アメリカの、 あの映画のね、祭典アカデミー賞でね、うん、あのなんと事件が起こったんですよ。事件、うん、あのほら、まあ、今なくなっちゃったけどレッドカーペットってあったやんか、うん、今はレッドじゃなくなっちゃったんだけど、うん、昔はレッドカーペットで、そのレッドカーペット、この俳優たちが歩いてる、うん、その時に日本のねテレビカメラマンが、うんうんうん、カメラが、うん、あのメリル・ストリープっていうオスカー女優がいるんですけど、まあ、あのプラダを着た悪魔とかね、うん、あの有名なあのメリル・ストリープが歩いてきたところ、うん、あ、メリル・ストリープって言って、あのちょ、なんか一言ちょうだいって言ってマイクを向けたのね、うん、ほんだらね、お、ジャパニーズ TV って言った次の瞬間、メリル・ストリープがよ、いきなり、うん、都の西北早稲田の
森にって歌い出した。早稲田大学の校歌。そうそうそう。歌い出した。嘘。マジマジマジ。はぁっていう話になって、え、なんでそんな歌知ってんのって聞いたら、いやこの間日本に行った時にあのバーで教えてもらった。そんな覚えてんのもすごいし。みんなが歌ってるから、うん、一緒に歌ってみたいな感じでね。うん、でそれをなんとジャパニーズ TV って分かった瞬間に披露した。日本人。イコールもう早稲田大学。いやまあまあまあ別に早稲田大学がイコールではないけど、うんうん、そのついこの間仕入れたばっかりの日本の歌やから、うん、チャンスと思ってそれを出せたメリルストリープもすごいけどね、しかもインタビューで出るってね。そう何歌ってんのこの人すごい。あれはね俺ねあのそれをテレビで見てたんやけど、うん、おすげえと思って、うん、事件ですねほんまに。いやだってあんな正確に日本語覚えてるってすごいよね。本当に正確に歌ってました。うん、俺もうちょっとであのあれやって都の制服さっき俺歌うときに早稲田の隣って歌うとか言って知ってるこの先早稲田の隣バカだ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 ってバカボンのパパが書いてるバカだ大学の歌が早稲田の隣にあるバカだ大学の話になりそうになってました。以上はい、以上です。はい、ネタが長くなってしまいましたが、はい、今日のですね、このプレゼンありかなしかなんですけども、また映画監督にインタビューさせていただきました。はい、今日はですね映画あの劇映画です、うん、映画のラブソング、ね、もうタイトルからしてもなんかラブな感じのあれなんですけども、うん、はい、その監督の児玉義久監督にインタビューをさせていただきました。でこれがね実はね主演がね聞いたらすごいですよ、うん、元 AKB48 です、はい、増田ゆかちゃん、ね、うん、はい、あの全裸監督2でもね、うん、はい、出演されてましたけども、うん、はい、彼女が、まあ、ラブソングっていうタイトルでもうすでにちょっと匂わせてるんですけど、うん、あのヒロインが、歌手を目指してる、うん、という設定なので、うん、まあ、歌える人ということで、うん、まあ、彼女になったっていうことではあるんですけども、うん、はい、です。どういう経緯でどんな風にね作られたのかっていうお話を、児玉監督に、児玉監督もね実はね元石原プロの人なんですよ、うん、あのだから西部警察とか、うん、なんかあのデカキとかやってないかな、いろいろやってあります。であとあの V シネとかもね、うん、あのされてた方なので、まあ僕が見てたやつを結構やってあるんですよ。はい、っていうのでちょっと盛り上がった部分もあるんですが、まあ、その辺も含めてご覧いただければと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。あな、うん、俺さずっと花のこと好きだったよ。誰よりも幸せになってほしかったし、俺はそれを遠くから自業自得だろ。バッ人手なし。お前国違うじゃん。夢ほっぽり出して、私のこともほっぽり出して逃げ出した。面白いね、人生ってのはみんな見えない糸で結ばれてんだ。選別がある。あいつに関わると損しかしねえぞ。できたよ、うちらの CD第一弾。やめて、死ぬみたいに言わないでよ。はい、それでは、今日はですね映画ラブソングの監督でいらっしゃいます、児玉義久監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、お願いします。はい、よろしくお願いします。それではまずですねこの作品がどういう作品なのか、はい、簡単にご説明をお願いいたします。
これはですね、地方から出てきた若者たち、夢を持って出てきた若者たちが、その後どうなっていくのかなっていうところに、まあ、趣を置いた作品なんですね。私自身も実は東京出身で、地方から都内に来た人間ではないので、地方出身者の方たちの気持ちってね、実際にはやっぱり分かりかねるんですよね。でもやはり周りの人たちの話を聞いたりとか、私自身もその地方にロケーションに行ったりとかした時に話を聞くと、やはり東京に行ったけど戻ってきましたよとかですね、いろんなパターンの人生の話を聞いたりしました。まあ、実はこの作品昭和っぽい話なんですけれども、これを令和の時代に置き換えた時に、故郷回帰とかですね、東京の憧れ、そんなものを全部ひっくるめて、つまり今夢を持つっていうこと、あるいは夢に破れるっていうこと、ここで人って何を考えればいいのかなっていう、まあ、そんなことをですね、伝えられるものができたらなっていう意味で今回の作品を作ったということなんですね。この作品は10年前東京に出てきた若者たちが再会するところから始まるんですけれども、それが当初の状態ではないというところから始まる、その後事件に巻き込まれて逃げていく逃避行が始まるっていうところでですね、もう見始めたら最後どうなっちゃうのっていうところ、そこをずっと気にかけてもらいながら見てもらいたい作品なんですね。そうなんですね。で、まあこれ、まあ、先言っとくとですね、まあ、ヒロインが元 AKB の松田由香ちゃんということで、はい、なんともう彼女もですね、もうすっかり大人なシーンまでこなしてしまうという、今回の作品の中では非常に思い切って覚悟を見せているというか、まあ、そういう作品になってるのかなと思うんですけれども、はい、それ以外にも、まあ、役者さん、すごいいい役者さんが、まあ、木口さんとかもそうですし、まあ、まあ、彼女を地元から時代からずっと支えているという、はい、まあ、マコニーこと、まあ、ことを役ですね、が木口さんであったり、まあ、はい、いろんな役者さんが出てらっしゃいます。もうそれこそ本田博太郎さんからいろんな役者さんが出てらっしゃるんですけども、はい、この作品がですね、どういう流れというか、どういう経緯でできたのかなってすごい気になるんですけども、はい、これですね、実は、まあ、プロデューサーから楽しい映画作りたいんですよっていう相談がありまして、はいはい、まあ、僕も普段は実はテレビドラマをメインにやってる仕事ですの で、はいはい、で映画は比較的少ないんですけども、はい、やはりその中では映画楽しそうですねっていうところで話に乗った時に、まあ、最初は私が刑事物とか警察物が、まあ、仕事多いんで、そんな犯罪物のものできないかなっていう相談を受けたんですけれども、はい、まあ、いろいろ話していくうちに、じゃあ犯罪者でもやはり情緒があるものがいいよね、うん、単純に殺しがあって解決するんじゃなくて、その中でやっぱり、ラブロマンスがあって、しかもちょっと際どいシーンもあってたり、あったりとか、そういったテレビではできないものをやりたいですよねっていう話をし、そうこうしてるうちに、あ、じゃあシー・オブ・ラブっていう確か映画ありましたよね、とても殺人現場で音楽が流れていて、ちょっと犯人が誰なのって、で実は好きな刑事が好きになっちゃった相手が犯人じゃないのみたいな、ちょっと サスペンスミステリーいっぱいのものがあったんですけども、はい、なんかそんな風な空気のものを作りたいねっていうことを、いろいろストーリーを作っていく中で、どんどんどん、まあ、それが変形していってですね、こ、うん、の後に私からふっと言ったのが、じゃあトゥルーロマンスどうだっていう、トニー・スコット監督でしたか、うん、確かね、はいはい、若者がちょっと 無軌道な若者が、うん、まあ、ギャングの薬を奪ってずっと逃げていくんですけども、それを、はい、ギャングに追われてですね、まあ、その中で愛情がしっかりした愛情が芽生えて、まあ、それが本当の愛情、トゥルーロマンスだよっていう話があるんですけども、そんなのやりたいよねっていうところから、それが変形していった時に、地方から出てきた歌手、それと一緒に来た2人の男、まあ、3人の話、はい、これをやってみようかということで骨格が決まったと。なるほど、なるほど。で、はい、骨格が決まり、でその中でやはり歌手であるからには歌うシーンがいりますよね、うん、ということがあり、そうすると実際歌える人がいいですよね、うんうん、その中で、本を作ると同時に歌える方のキャスティングを進めていこうと、はい、最悪歌えなかったら吹き替えになっちゃうよねって話もあったんですが、うんうん、やはり最後までやっぱり歌える人を探そうっていうことになり、はい、その中で松田由香さんの名前が出てきてですね、はい、あ、いいじゃないかっていうことになり、本格的に話を積みましょうっていう、で、まあ、同時にシナリオの形も完成していったという、まあ、両輪がまあ進んでいったというのが正しいかなっていう。なるほど、
若干本が先行しましたけども、はい、まあ、ほぼ両輪で進んでいったような感じですかね。なるほど、はい、いやまあだからね、あの本当に正由香ちゃんも、うん、アイドル、元アイドルということではありますけれども、はい、今回の、作品の中では、まあ、歌ももちろん歌ってらっしゃるんですけども、はい、非常に際どいところもしっかりと演技しながら頑張ってらっしゃったので、はいはい、一つ彼女のとりあえず現状での代表作になるかなと思うんですけれども、はいはい、いや、そうなんですよね。トゥルーロマンス、僕大好きでした。はい。はい。だから、その名前が聞こえてきたんでびっくりしましたけども。なるほどってちょっと思ったのは、だから横浜だったんですかね。舞台横浜なんですよね、これ。そうですね。はい。なんで横浜にされたのかなっていう。今回の話をですね、表現するにあたって、割とこの破天荒な、荒唐無稽な話ですよ、これね。はい、はい、そうですね。なかなか今の令和5年の時代には、うん、かなりアナログな話なんですよ。そうですね、はい、絶対デジタルではないアナログな話なんですね、うん、極端に言えば昭和チックな話であったりするわけです、はい、そうすると現代の日本においてこの話が成立するっていうのはどういう場所だろうっていうことになり、うん、はい、そうするとこれは何でも起こり得る街だよね、うん、それがイコール、無国籍な感じかなと、うん、かつての日活映画的なですね、はいはい、何でもあり誰もが拳銃を持って撃ってしまうような拳銃所持に関するリアリティはちょっと置いとこうよみたいなですね、うん、そんなことが成立しちゃう街はどこだろうって考えたときに、うん、東京都内じゃないなということがあったんですね、うん、なるほど。私も横浜の街での仕事って割と多かったですから、はい、ひょっとしたら古くから外国の方がね、日本が開港し始めてからもうすぐに外国の方が来たという横浜だろうと、はい、うん、国籍多国籍な感じの横浜がいいんじゃないかと、うん、さらに海のシーンもあったりするものですからやはり港がそばになければいけない、はい、そうですね、取引のシーンなんかもあったりとかですねしますので、そこでローカル線が走ってるんじゃいけないと、やはり海があって汽笛が聞こえるような環境がいいよね、はい、それで横浜にしたという経緯なんですね、はい、なるほどなるほど、はい、いやいや僕なんか多分知らない間に監督が作られた作品をテレビで見てた口だと思うんですよね、はい、はい、確かに昔からドンパチやるってなったら横浜みたいな、なんかもうアブデカとかも全部横浜じゃないですか、そうですね、はい、だから、はい、やってましたからね。ね、ね、そうですよ、そうですよね。そうです。だから見てるんですよ、僕。はい。はい。で、なるほど感はすごくありますね。だから、はい、横浜、で、しかも、割とね、横浜の地名がね、関内とか、はい、いろんな、はい、地名が出てくるので、土地感ある人だったら、はい、あそこ、あそこ、みたいなのが、すごくよくわかるっていうふうになってるんですが、はい。はい。はい、だから、もう、この作品の見どころって、まあ、いくつかあるんですけども、まあ、一つは、まあ、増田優香の、女優としての頑張りであり、はい、はい、まあ、あるいはそこで、もともとの歌手であるっていうところの力も見せているっていうところもが一つの見どころでもあるんですけども、はい、まあ、なかなかね、はい、さっき監督もおっしゃったドンパチやるシーンをね、ね、まあ、そんなにめちゃめちゃたくさんの大量の打ち合いとかそんなんではないですけれども、まあ、銃が出てくるっていうところも、はい、まあ、普通のテレビドラマとかでもなかなかないし、最近の映画でもなかなかないかなみたいなところがいくつも随所にあって、そして最後、トゥルーロマンスに帰結していくっていう、もうね、ラストの方で出てくるこのファンタジーというかね、まあ、そういうのもまあ監督の仕掛けなんですけど、まあ、これは本当に楽しみに見ていただきたいなと思うんですが、はい、ちょっとお時間が、過ぎてる状態ですので、はい、そろそろ監督からですね、はい、一言皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。今の若者たちがね、なかなか夢を持てない、ちょっと将来が不安すぎて持てない、そんな事実もあります。でもね、やっぱり夢が破れてもそれまでやってたことって無駄にならないよっていうこともありますし、そもそも人生なんかうまくいかないんですよ。うまくいかなくてもね、人じゃないんですよっていうね、これね、僕ずっと追求してることなんですけども、その中でやっぱり今回は3人プラスね、その相手方の悪の中にもね、同じ境遇のやつがいて、これ実は若者4人の話なんですよ。これをちょっと昭和テイストだけれども、それを実はよくね、噛んで味わってほしいっていうのが映画の狙いでもありますし、あえてアナログな世界をね、昔の日活映画じゃないですけども、なんかそんな昔のフルロマンチックな感じを味わってもらえたらなっていうのが本音です。そんな作品になってると思いますので、
まあそうですよ、あの映画にね新しい古いはなくて、映画っていつでも旬なので、だっていつ誰が見るか分かんないですからね、これもう一度作ってしまえば本当に100年後に見られるかもしれないしっていう世界なので、はい、そんな世界から見れば昭和も令和もあんま大変ない一瞬ですよね、はい、そうですね、はい、ですのでもうぜひまずはあの現代のね若者たちに見に行っていただいてですね、はい、あのなるほどこういう世界もあるんだなっていうところを見ていただければなと私も思います、はい、はい。ということで今日はですね映画ラブソングの児玉義久監督のインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました、ということでございます。まああのだからね、アブデカとか撮ってはった監督なんですよ、ね、うん、まあ多分もっと危ないデカとかかな、いやもう、うん、頭からやってたのかな、何しかその僕らが見てた刑事もののやつは大体やってはったっていう、まあだからあのよくねそういう流れをよく分かってらっしゃるからなんでしょうね、うん、これ言っちゃっていいのかどうかっていうか、まあ、言っちゃうんですけど、なんとこの作品、5日かかってない、うん、撮影撮影が85分なんですけど、はい、すごい早撮りらしいですね。でしかも聞いたんですよ、それってあのなんか早朝集合のてっぺん終わりとかそうなんですかって言って一応聞いてみたら、あいやまあ朝は普通に始まって夜は 10時ぐらいには終わってたんじゃないですかみたいな、そうなんですか、すげえなみたいな、そんな早撮れんねやん、うん、まああの見てもらうと分かるんですけど、あのロケ地そんなにあのばらついてないんですよ、うんうんうん、だからあのもう今日はじゃあここ界隈みたいにあの固めて撮ることができるようなところで撮ってはるのは確かで、うん、ねえ、あとはリハーサルとかどうくらいでやってたんやろって、うん、俺は逆に教えてほしいぐらいの速さやなっていう感じではあるんですけどね、うん、はいはい、という感じでございました。はい、まあ、増田ゆかちゃんがね、まあ主演ですからね、うん、出ずっぱりですよ、だからほとんど、うん、なのでまあ頑張ってらっしゃるところを、まあ、ぜひファンの皆さんも含めて見に行っていってあげたいなっていう感じですね、うんうん、はい、では判定いきたいと思います。はい、よい、うん、いきますよ。このプレゼンありかなしか判定、回んねや、うん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 、おのうんやおおええ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 えはい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 、そうですね、だから AKB さ、うん、卒業した人ってさ大体まあ女優さんされたりとかいろいろされてるけど、うん、皆さん結構ほらめっちゃこう気合い入れて頑張ったんですよ、ね、うんうん、まあ、だから増田ゆかちゃんも全、うん、裸監督2とかも ね、うん、もうすごい脱ぎっぷりやった、ね、脱ぎっぷりがよろしい感じです ね、 ですからまたこれもまたまあどういう感じなのか見に行ってください見えるのか見えないのかそこそんなんいらん、いらんいらん、まあまあで歌はでも予告編でも流れてましたけどね、うん、彼女の歌がソロで、うん、ソロですから、はい、ね、流れてますから、うん、本人曰くオーディションまあ、打ち合わせの時に、うんうん、私 AKB で一番歌がうまかったですっていう、言ってたらしいです、はい、いろいろ言っちゃった、はいということで、今日はですね、映画ラブソングの児玉義久監督のインタビューでした。ありがとうございました、はい、では次あゆみ、はい、はい、お店の情報です。はい、10月の最後のカバの日、ラストカバの日が10月23日にございます。ほうほう、あと2日後です、あと2日後です、はい、はい、ラストカバですよ、はい、皆さん集まってください、はい、はい、カバ最終日です、はい、19時からスタートで料金が1500円となっておりますので、うん、はい、ラストですので、うん、この機会を逃すといつ見れるか分かりません、はい、来てください。はい、そして10月の25、26とマテリアル演劇シアターがございます、うん、はい、はい、今回は劇団一撃屋さんの、はい、上演をさせていただきます、ね、はい、もう人気の劇団ですか、そうです、おしゃれです、はい、
はい、内容がおしゃれです、はいはい、なのでぜひぜひ見に来てください、はい、料金の方は1000円プラスワンオーダー制となっております。1000円で見れるそうですよ。一撃や1000円ってもうほんますごい、うん、かなりいいです、はいはい、お時間の方が19時30分スタートになりますので、はい、皆様お越しくださいませ、はいはい、そして11月に入りまして、うん、11月の3、4、5で、うん、こちらのね、カモンマテリアルでも紹介いたしました、はい、ドバドとカゴの中の絆を上映させていただきます。おーおーねえねえ、うん、そうですよ、あれでね、つい最近ですもんね。つい最近ですよ。インタビューさせてもらいました、はいはいはい、やっております。こちらね、お時間の方と料金の方は、サイトの方に載せておきますので、はい、こちらの方ご確認ください。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上ですかね、うん、はい、以上です。はい、はいはい、では行きますよ、今日のグッチョーイ。はい、ということで今日も今日も、ドラゴン映画祭でーす。はーい、はーい、やってまいります。だってあと ね1ヶ月後ですから。月後ですよ。1ヶ月ですよ、もう本当に、はい、はい、で、うん、まあね、そのここにもほら写真いっぱい出てて、うん、22作品ね、はい、01から22まで22作品ありまして、ここにはそんなに書いてないんですよ、このチラシにはね、うん、でだけどホームページ、公式サイト、はい、公式サイトには全作品のあらすじも載ってれば、監督出演者の名前も全部載ってますし、で、それこその上映時間ですね、はい、スケジュールが公開されてますんで、はいはい、そちらの方ぜひしっかり見ていただきたい、ね、で見ていただきたいし、で各 SNS でも特集的にね、この作品、今日はこの作品の情報ですよみたいな感じで、はい、特集させていただいて、まあ、X とかね、Facebook とかでもやってますから、うん、ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただいて、はい、で公式サイトなんかを活用していただくと、まあ、公式サイトからチケットも買えますからね、はい、じゃんじゃんもう購入していっていただきたいですね。もう1日だから25日が300万や、300で1回取る。そうです、一応300で、ね、そうなんです、うん、もうビルがそんなに入れないんで、うん、多分入場制限する可能性あるんで、それぐらいの場合はね、はい、ということになりますから、早いもん勝ちです。早いもん勝ちです、はい、なくなったら当日券も出ませんみたいな話になっちゃうんで、はい、ぜひぜひ、早くチケット押さえていただきたいんですが、はい、ですがですよ、うん、だから作品に関してはもう分かるんですよ。分かります ね、 ね、サイトでね、チェックできますからね。でスケジュールも分かってる、うん、じゃあ何が分かってないの、音楽ライブと、うん、音楽&パフォーマンスって何って話ですよね、うん、はい、ここについてちょっと今日は喋りたいという感じなんです、はいはい、だからドラゴン映画祭は映画だけじゃないんですよ、はいはい、映画に関わる音楽なんかも含め音楽ライブをやったりとかしているので、うん、ぜひその辺もねチェックしていただいて、25日のこれライブ1回ですね、スクリーン1が実はもともとライブハウスなので、うん、でそこで、夕方からですね、18時からです、スタートします、はい、これがスティービー和田さん、うん、でラクザで豆電球、そして、下本寺隆志総本寺という形になってるんですけど、はい、もう5組ですよ、5組ですよ。でこのね人たち、まあ、例えば総音寺はカバーの主題歌ですね、はい、はい、ロングライトを歌ってるのが総音寺ですよね、はい、だ総音寺が、まあ、ちょっとねこの、龍二に合わせてちょっと歌うみたいな感じもあるかな、なんか、うん、そうですね、龍二も大好きな、ねはい、そうなんですよ、ね、総音寺のリーダーがね、実は大好きなということで、まあ、そんなことも聞こえてきてます、はいはい、そして下本寺隆史といえばですね、うん、もうこちらでは、ねはい、谷町ゴールデンアワーを何回もやる、はいはい、なんですけども、雲旅の、ね、監督ですから、はい、でこの雲旅、今回ドラゴン映画祭で上映しておりますので、はい、まあ、雲旅もきっとオリジナルバージョン歌ってくれるでしょう、うん、ね、映画の中はアレンジバージョンで女性そうなんです、うん、
映画の中で歌ってるのは女性の歌手の方がアレンジバージョンで歌ってるんですけど、はい、原曲は下本寺隆史本人の声で、また全然違うアレンジなんで、まあ、それもまた聴いていただきたいなと思うんですけども、はい、あとまあ、ラクザはもうここで ねいつも、うん、はい、大人気で、めちゃくちゃおもろいから、はい、トークもおもろい、はい、で、まあ、津軽三味線とギターのコラボの、はい、手軽三味線歌いますけど、ね、はい、でスティービー和田さんっていうのが、はい、実はリュウジ大好きな人らしくて、うん、まあ、ちょっとトランペッターかな、うん、はい、でペットでちょっと吹いてくださるそうです、はい。そして豆電球ですよ、はい、豆電球ってもさっき今日のね、白熱電球の話ありましたけど、はい、そうなんです、何者っていうとですね、うん、僕がこの今年 のゴールデンウィークに四国に行ってたんですよ。その安田町にある大新劇場っていう劇場の、支配人ですよね、うん、まあ、オーナーなんですけども、で彼は実は、シンガーソングライター、うん、はい、でなんとですね、この映画でいうと追い風要素っていう映画があるんですけど、うん、その作品に、豆電球出てます。お、出てます、うんうん、で、豆さんって僕いつも呼んでるんですけど、その豆さんがまあまあ追い風要素の歌とかのか分からへんけど、うん、まあ、豆電球がちょっと歌うということで、そしてなんとこの豆電球と僕は8年前に大阪で一緒に飲んだことがありました。うん、その時に実はある約束やってたんですよ、うん、その私は高知の山の中で映画館にやっとるがよっていう話をされて、あ、ほんまですか、僕も実は今シナリオ学んでて映画作ろうと思ってるんですっていう話をして、じゃあいつかその豆さんをね劇場でかけてもらえるような映画作りますねっていう話をしてたら、なんと今年のそのゴールデンウィークに豆さんの劇場でトモルをかけていただいたと、そういうお話がありまして、それをベースにした歌をなんと歌ってくれます。おー、すごい、はい、ぜひ、皆さん聴いていただければと思います、はい、うん、はい、まあ、そんな感じで音楽ライブございます。これも、はい、チケットの料金の中で入って聴いていただけますから、はい、楽しめますね、はい、ぜひこちらはね、楽しんで見ていただければなと思うんですけども、はい、そしてですね、2日目26日、はい、がですね、今度は1回じゃなくて2階がね、カトマンズカフェっていう、うん、いわゆるネパール料理屋さんなんですよ、はい、でカレー美味しいです、めっちゃうまいです、はい、大好きです、はい、ほうれん草のカレーうまいです。 でそのカトマンズカフェの一角をちょっとお借りしてですね、はい、まあ、ライブというか、ライブ音楽ライブもありパフォーマンスもあり、なんと、一人芝居なんかもあるんですよ、はい、まあ、今回ちょっとねいろいろあるんですよ、はい、で、まあ、この中では我々ね、うん、一緒にやっておりました、このトモルにも出演していただいてる辻翔が立体紙切り絵師というのを、ね、紙切りやりますので、はい、はい、でぜひ、そこに、投げ銭を、はい、投げ銭して投げてあげていただきたい、はい、と思っております。はい、まあ、衣装君は2回やります、ね、はい、2回やります、はい、ビールと浴衣と2回あります。で他の皆さんも投げ銭制です、はい、全部投げ銭になってますので、うん、ぜひ入ってみたらおもろかったなと思ったら、うん、ってこう、まあ、コインなんか札なんかはご自由にしていただいて、うん、置いていってやっていただきたいなって感じですね、ね、はい、はいはい、まあ、そんな感じでございます、はいはい、だから映画だけじゃないんです、うん、映画以外も楽しんでいただける感じになってますので、はい、ぜひいろいろ楽しみにね、来ていただければな、まあ、スケジュールはもう公式サイトで出てますから、それ見ながら、はい、この作品とこの作品の合間あるな、ほんだここに誰かやっとんな、ほんだ見に行こうかみたいな感じで、あそこに行っていただければいいんじゃないかなと思いますので、はい、2日間、まあ、前夜祭含めると3日間なんですけども、はい、ぜひ皆さんでね、ドラゴン第8回ドラゴン映画祭、2023、はい、アット西成スペースハウスね、はい、楽しみまくって帰っていただきたいなと思っております。はい、とにかくチケット買ってください、はい、はい、まだあるかどうかちょっと今の時点では分かんないんですけど、はい、2days チケットもご予約いただけますから、はい、ぜひぜひ
応募していただいて2日間お得にね、はい、これ限定50名様なんで、そうですよ、限定数終わったら終わりですから、はい、あの内緒で51とか52とかっていうのはないんで、ないです、ないですよ、もう50で終わりですから、はい、はいはい、ぜひ、はい、早めにご購入いただければと思います。してます、はい、はい、ということで今日のベッチャーでした。はい、ということでエンディングでございます。はい、もう10月終わりですよ、あと1回、あと1回ですね、あと1回ありますね、28、はい、来週ありますけども、もうだからあと何ヶ月やるかすごいな、なんか早いね、あっちゅう間ですよ、早いね、早いね、ねえ、もうあっちゅう間なんですけど、まあ、でもあと2ヶ月をいかに楽しむかっていうのがすごい大事だと思うんで、ぜひドラゴン映画祭に来てね、はい、楽しんで帰っていただければなと、また来年も頑張るぞぐらいのつもりで ね、はい、遊びに来ていただきたいなと思いますね、はい、ということで今日はこれぐらい、終わりたいと思います。はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、また来週、また来週